それではナイトセミナーを始めます。講義30分と実習が2時間半です。タイトルは側痛反復療法の理論と効果、特に患者に無駄をさせない歩行訓練を重視してお話しします。側痛反復療法では回路の強化を重視しています。運動学習あるいは機能回復ですね。その回路の強化というのは興奮を伝えた回路が強化されると、あと同時に興奮した回路はつながりやすい。で、それを起こすためにはですね、側痛反復療法を使って受け手側の興奮水準を上げると、そういう操作をいろいろやります。実際に回復期病棟に3ヶ月間入院してですね、治療を受けた回復期の患者さんで、麻痺の程度を見ると、下肢の麻痺も優位に改善してますし、あと歩行に関係した要因も優位に改善してます。非常に有効です。歩行障害へのリハビリテーションにはいくつか問題があります。で、ここに挙げますが、腱側筋力の状況が足らない、麻痺の改善が足らない、歩行訓練の中身を変える必要があると。従来の歩行訓練の問題は、麻痺側荷重ですね、対称性、装具についての考えが一定しないと。で、こういう形ですと、歩行可能になってもですね、あと歩行速度が上がらない、あと持続歩行が伸びない、TUG が速くならないと、こういう問題点があります。で、側痛反復療法はどのように考えているかというと、正常歩行というのは肩麻痺の患者には求めない、滑らかな歩行ですね、装具使用あるいは実用的な歩行速度を得ることが大事だと。で、基本戦略は麻痺側荷重は言わない、歩行中は麻痺側荷重は言わないで、いい方に立ってということを言います。そして3動作ではなくて2動作の歩行訓練を重視するということを行います。あと歩行の側痛、あるいは電気刺激を併用するということです。で、これは脳卒中患者のですね、予後予測、歩行の予後予測について調べた研究があります。で、歩行の予後予測にはですね、これが歩行能力ですが、一番関係するのはこの立位バランスですね。立位バランスが一番関係があって、そして次に下肢の麻痺の程度、そして反則無視、そして下肢の筋力と、こういう形になります。ですから、立位バランスを上げるというのは非常に大事なことです。そういう意味では、反復規律ですね、腱側強化。これも過去やってきた両側均等荷重は言いません。腱側に立って、腱側でバランスを取ると。バランスを取るですね。そういう形の反復規律が必要です。また、座位訓練もちょっと勘違いしたところがあります。座位訓練というのは転ばないための訓練なのにですね、この左右対称性の姿勢を作れと。あるいは重心位置を真ん中に置いてと、あるいは座位が確立するまでは立位歩行訓練はできないと、こういうことを言ってます。これは全然間違ってます。座位バランスを良くするためには、腱側側にですね、重心位置を持ってこれるようにするということです。ですから、ダイナミックな訓練をするためには、腱側肢の足を固定してですね、大きく腱側に体を持ってくる、重心を持ってくると、そういう訓練をすべきですね。それができたところで、今度は麻痺側に行ったら腱側に戻すと。行ったら戻るですね。戻るが大事です。こういう重心移動を伴わない訓練は、座位バランスをとってもですね、立位バランスの訓練、姿勢制御に役立ちません。また、側痛反復で下肢の麻痺が良くなるかというのも過去検討しました。縦軸が下肢のブルンストロームステージですね。通常訓練をやりながら2週間ずつ側痛反復入れると、この側痛反復が入った時には麻痺が改善します。筋力もそうですね。こういう形で有効です。あと、その立位のバランスを重視してますが、その中で腱側立脚ですね。麻痺側荷重ではなくて腱側立脚を重視するということを言ってます。で、立位としてはですね、この腱側肢、非麻痺側肢の上に頭が来る。こういう立ち方をしなさいと。そうすると、麻痺側の足は軽く浮きます。かかとが浮きます。で、従来の均等荷重あるいは重心位置を固定してという立ち方を教えるとこういう形で歩行になります。ですから足が引っかかります。トゥークリアランスが悪い。そして実際の歩行速度を見てもですね、重心位置の固定能力と関係ありません。関係するのはこの重心を動かせることですね。重心を動かす、そういう立位バランス、座位バランスをやらないと歩行に役立たないということです。実際、歩行中に麻痺側に体重をかけてというのがですね、いかに有害かというのをお見せします。これは、いい方に立ってという歩き方をしていますが、その時はですね、
末足のかかとから上げた垂線状に頭があります。ですから、いい方に立って末足を振るときには楽に振れます。ところが、歩行中に末足に体重をかけてというとですね、こういう形で、末足のかかとから上げた垂線よりもはるか左側にこうきます。ですから、当然、減速に戻すときは体を大きく揺すりますし、それが不十分だと、つま先を引っ掛けるという形で歩行が良くなりません。実際歩行速度を見てもですね、減速立脚で歩いているときは速く歩きますが、末足過重言うとダメです。あと重症例も特にこれは大事ですね。重症の超過失踪具を使うような人をですね、指導する場合に平行棒内で減速にちゃんと立ってと、姿勢制御しなさいと。そして末足を振ってと、足らなきゃ治療者が加勢しますし、そして自分の足で蹴って前に行きなさいということをやるべきですね。そうすると速く歩ける。一方、歩行中に末足に体重をかけてと、まあ、平行棒がよくやってますが、これでやればですね、当然、その末足に乗ったらもう姿勢制御できませんから、治療者が支えて、治療者が押して、治療者がその歩かすという形で患者さんは何もしてません。ですから結論は上達線なあだ。で、下肢装具についてもですね、超下肢装具はつま先が上がってないといけません。あと、急性期のそういう柔道麻痺に対してですね、超下肢装具をつけた場合、どういう歩行をするかというのがちょっと問題になります。で、これは立位訓練をするときにですね、立位を取ってじっと止めておくというのはほとんど何も意味がないというのは分かります。歩行すればちゃんと歩行に関連した筋群がちゃんと働きます。一方、二動作と三動作はどちらがそういう歩行パターンが出やすいかというとですね、三動作はダメで、二動作がちゃんとした歩行パターンを出します。当たり前ですね。僕らは二動作の交互歩行をやってますから、神経路、脳、脊髄はそれを覚えてます。ですから、二動作で歩いた方が歩行パターンが出やすいということになります。あと歩行に関係してはですね、区間が非常に大事だということも分かっています。ですから区間を側通かけて回旋する、あるいは側屈すると。そういう治療も必要です。実際そういう治療効果を見るとですね、これは体幹の回旋筋力ですが、通常治療よりも側通反復かけた方がずっと早く回旋筋力が上がります。そして同時に歩行が速くなります。歩行についても側通かけた方がいいわけですね。楽に歩行を実現すると。末足を振るときには鼠径靭帯を、そして末足の立脚期には中殿筋を刺激するということを言えば楽に患者さんは歩きます。そして、まあ、脳卒中患者さんを歩けるようにした後ですね、歩行速度が上がらないというのは従来の歩行訓練の問題です。これを比較するとですね、トレッドミルを歩いてもらってて、そして末足に体重をかけてという方に立って、あるいは側通かけるという、そういう治療をやりながら、速度を比較すると、末足過重が一番歩行呪いです。早く引っ掛けます。いい方に立ってといえばもっと早く歩きます。速通かければもっと早く歩きます。以上まとめますと、速通反復療法と併を土台とした併用療法で治療効率化できると。流は多動運動がなく、自多動運動で全部できると。で、軽縮抑制が非常に楽で、自動運動が増えると。歩行や ADL に関係した運動パターンを実現できますから、運動学習が進むと。こういうことでですね、歩行についても、減速立脚、自動作、そして側通というのが非常に大事だということが理解されます。膝バランス訓練は転ばないための訓練であって、左右対称の姿勢を作る訓練ではありません。大事なことは、重心を末足からいい方に戻すというふうに戻すという、これが一番大事なことになります。ですから治療者は、腱側の足を踏んでですね、固定を良くして、押して、戻してもらう、はい、戻す、戻す、戻すという形で、重心をいい方に持ってきて転ばないということですね。で、これがうまくできてきたら、今度は、こっちへ、はい、こっちへ、受け止め、向こうへ、こっちへ、向こうへ、こっちへ、向こうへ、向こうですね、こういう形で重心を末足にいったらいい方に戻す、いい方に戻すというのを中心に治療します。でもちろん腹筋が弱ければここから前に、で前、で前、こういう形で動かせばいいんですね。だから左右対称の姿勢を作って止めておくのは訓練じゃない。
重心を動かすことで初めて姿勢整備が良くなります。持って内旋して帰ってくるのを邪魔しない。膝を外へ、膝を外へ回ってきたら、この足で自分の足で回収して緩めるというものですね。でもう一つの軽縮を落とす方法としては、内返しをすれば落ちます。ですから、でこの中指を測定部に向いて、小指のですね、電気の近くを親指でパッパッ、1、3、1、3、1、3、ね、で緩んできたら、この足で痛くない、ゆっくりですよ、じわっと打って、はい、膝を外へ、患者さんに求めるのは膝を外に回して、大丈夫、膝を外へ、膝を外へ、痛くない範囲でじわっと引き伸ばす。音がついたらそこで終わりで、はい、戻してテストになります。はい、僕の方止める、はい、戻す、僕の方下に止める、止める、はい、戻す、次の方、僕の方止めて、はい、戻す、次の方、僕の方止める、はい、戻す、次の方、僕の方止める、はい、